ということで今日はちょっとね某ビジネスホテルにやってきたんですけど、うん、ここはもう本当に曰くがないホテルだそうで、うん、全然なさそうだ、ね、全然ないんですよね。え、ビジネスホテル、これこんなおしゃれに作る必要あるね。ビジネス行ってみましょう、早速ちょっと、ね、ちょっと来て。何、どういうこと、ロボットと宿泊できるんですか。嘘でしょ、何それ、何それ、どういうこと。なんかでも絵のエンジニアいるってこと、その修理してもらえるってこと。怖っ、こんな傘を食う、これ使っていいってこと、使っていいってこと、これで白と黒あんの、これ待って、前黒後ろ白ってこと。うん、じゃあちょっとこここうじゃん、絶対。そうだよな、ちょっと待って待って、何オセロできんじゃん、待ってよ、オセロできんじゃんね。えここからも楽しませようってこと、ここから楽しませようってしてんじゃん、これ。次かよ。おかえりなさいませ。なんですごいじゃん、めちゃくちゃ。え、お待ちしておりました。ビジネスホテルですよね。ねえ、あるんですかこんな対応。おかえりなさいませなんですか。言ってることが、いらっしゃいませじゃなくてですか。ではなくて、スーパーホテルでは、はい、お帰りなさいませということで、第二の我が家のように感じていただけるようにご挨拶をしております。第二の我が家、ね、実家ってこと、どういうこと、ホテルってこと、何でしょう。当ホテルはですね、はい、全国に172店舗を展開いたしますホテルチェーンのスーパーホテルでございまして、はいはい、環境や健康を配慮いたしましたサステナブルなライフスタイルホテルでございます。できんの、その環境、そのどういうこと、そのビジネスホテルで、その環境とか健康に配慮したって、すごくない。え、なんかその、はい、そのチェックインからチェックアウトの流れってどうなるんですか。ありがとうございます、はい、それでは早速ですが、お二人にチェックインのご体感をいただければと思います。聞いたことないチェックインのご体感って。それではですね、こちらの携帯をお持ちいただきまして、はい、QR コードによりますスマートチェックインを行うことができます、はい、スマートチェックイン、はい、こちらの QR コードリーダーに会員証をかざしてください。繰り返していただきまして、スマートなチェックインでご協力ありがとうございます。めっちゃ言うじゃん自分で、スマートスマートチェックインって。それではお長田様、お待たせいたしました、はい、本日のお部屋の鍵がこのようにレシートで出てきておりますので、こちらの暗証番号を使ってお部屋にお入りいただけます。あ、カードとかじゃないんですか。はい、あのなくす心配もございませんし、お帰りの際にも返却するものがございませんので、ぜひあのギリギリまでお休みいただきまして、そのままご出発いただけます。そんなカード返却するそのギリギリまでギリギリとかいう話、超ギリギリ、えなそんなかからない。普通のホテルでもね、本当に普通のホテルでもそんな別に差してかからない。そのでも本当のギリギリの本当ギリまでいけるってことですか。30秒ぐらいよ。重ねてですね、こちらの携帯にてロトゲームにご参加いただけまして、はい、ロトゲーム、はい、で恐れ入りますが、こちらの画面の閉じるボタンを書くボタンを押していただきまして、真ん中にロトゲームに挑戦という、ロトゲームって、はい、ものがあるかと思います。さらにその下にですね、はい、あ、なんか出た、くるくるくる、え、はい、またタップで挑戦と出てきますので、こちらをぜひタップで抽選、はい、それではこちらポイントが当たりますロトゲームの挑戦でございます。何ですかこれは、当たり、あ、当たり、おめでとうございます。え、当たりです、お父様、おめでとうございます。ちょっと待って、やらせくせえじゃん、めちゃくちゃやらせくせえやん、本当かこれ。あのこちら本当に忖度なしでございまして、忖度なし、いやいや、やんけんなんで、そんな当たらないもんなんですかこれは。そうなんです、あの全国で毎日300名ほどしか当たらないようになっておりまして全国で300分の2ここで当たっちゃってそんなことある、はい、あのお二人の幸運の持ち主なのかなと思っております。いいの逆に、申し訳ない。実はロトゲームに参加しますと500ポイントの当たりが出ておりまして、はい、このポイントと申しますのが実はこちらでございます、はいはい、今会員証を機械にかざしているんですけれども、何、誰が何をやる、すっごい、お客さんじゃない、何、
張しと、どういうこと？はい、というところで実は誰が何説明がないんだよ。今まですっごい丁寧に説明してくれてたのにさ、急にシャカシャカシャカ3000円じゃないんですよ。何、どういうことですか？え、何、何、はい、こちら公式アプリからご予約いただきますと、何をやったんですか今、はい、ご一泊につき500ポイントをつくんですが、はい、1000ポイントごとに1000円現金で、はい、えキャッシュバックが可能でございます。えということは今500円持ってるってことですか？おっしゃる通り、500円当たったってこと？はい。またこちら新しく今年からは会員ステータス制度というものが始まりまして、はい、宿泊数に応じてブロンズ、シルバー、ゴールドというふうにランクが上がるようになっております、はい、基本ポイントに加えたボーナスポイントが付与されるというシステムが始まっておりまして、はい、実は本日閉じていただきますと、うん、松尾様がシルバー、すでに長田様ゴールドのランクを付与してなんでだよ、なんでなんで、おかしいじゃん、おかしいじゃん、一緒に来てるんで、初めて来てる、なんでここは差別化されるわけ見てるってことか、よく見てるってことか、その、はい、なんかこっちいっぱいなんか枕置いてあるんですけど、これは何ですか？これよろしければお近くでご覧ください、はい、客室にもしっかりした枕のご用意があるんですけれども、はい、こちらから8種類の中からお体に合ったものを選んでいただける枕コーナーでございます。8種類も、はい、わあ、ありがたいね。ではこちらラウンジにご案内させていただきます。ラウンジ、どういうこと？え、ビジネスホテルですよね。すごい、うわ、すごい。本日は特別にウェルカムバーを用意しております。嘘でしょ、ウェルカムバー、はい、こちらのホテルでは5時から8時の間に無料で飲み物やプレミアブランドですとおつまみもご用意しておりまして、お好きなものを皆様にお作りいただいております。無料で、無料で、え、これ普通にリキュール、ワイン、え、赤ワイン、白ワイン、はい、こちらもお飲みいただけます。ちょっとカキピーもあるんだけど、これ無料ですか？はい、おっしゃる通り無料です。でこんなのがあったら、だってこれ池袋だけど いっぱいさお店あるけど、もう行かなくてよくなっちゃうじゃんいいよね、ここでいいよね。おう、もうご丁寧に飲み方とかも書いてあるじゃん。嘘でしょこれ、ほら、うそでしょ。各種あの作り方がわからないというお声がありましたので、お酒の作り方の配合やレシピがこちらには載っております。で本日はあのご朝食終了しておりますが、はい、あのよろしければお二人にお召し上がりいただけるかと思いまして、あのささやかですがビュッフェコーナーをご用意して。めっちゃささやか、すごい絵に描いたようなはい、これすごい、パンもこんいっぱい種類あるんですけど。そうなんです、当館焼きたてパンがおいしいでございまして、毎朝ホテルにてパンを、ホテルで、はい、焼いております。なんでそんなことするの？めっちゃうまい、これ小麦の甘い香りがお楽しみいただけますでしょうか。超好きなスパンなんだけどこれも焼きたての可能性もあるってこと？あ、こちらですか？普段なら焼きたても食べれる。おっしゃる通りです。朝のこう焼いているパンの香りがこう館内中に立ち込めまして。館内中に、絶対言い過ぎだよ館内中にだったらすると、なんかそれちょっと問題あるような気がするんだけど。おかしいよ、ここに降りてきたらパンの匂いするだったら分かるけど、館内中におかしい、はい、ここ何回まであるんですか？13回まで。13回まで行っちゃうってこと？パンの香りが、はい、言い過ぎだよ絶対。すごいよそんなの。それでは早速ではございますが、はい、お部屋をご案内させていただきますので、エレベーターまでお願いいたします。早速だったかな。こっちですか？ちょっと待ってください。何ですか？はい、え、実はですね、スーパーホテルは皆様の睡眠を保証しておりまして、あのもし仮にお部屋の不備でぐっすりお眠りいただけなかった場合、部屋を変えるんですけれども、そちらももしできなかった場合は宿泊の金額を全額返金させていただきます。怖っ。それぐらいスーパーホテルはこう眠りにこだわったあの客室をご用意しておりますので、皆様ほとんどの方がご利用されないかとは思うんですけれども、はい、このような品質保証も行っているホテルでございます。やりすぎだろ。好きだよ。先ほどチェックインの際にお渡しいたしましたレシート、お部屋の鍵ですと申し上げたんですが、はい、ぜひこちらのお部屋に入る体験をしていただければと思いまして、は
ちらかご協力いただけますでしょうか。じゃあはい、はい、これをですね、はい、じゃあスタートボタンの後に、はい、スタートをして、4 3 8 3 0。はい、お部屋お入りくださいませ。うわーすごい、綺麗ですね。ありがとうございます。え、これ何ですか。大変恐れ入りますが、こちらで靴を脱いでいただくシステムでございまして、はい、あのハバグッスリープハバグッスリープハバハバグッスリープハバグッスリープハバグッスリープ。なんだ、地元泣いてる、なんか怖いよ。スリープということで、ぐっすりお休みいただくためにぐっすりラインというのをスーパーホテルは設けております。ぐっすりライン、いやいや、シンプルですけれども、はい、特徴といたしましては、こちらの1名様であっても150センチ幅の、いや、そうですよね、はい、ダブルベッドをめちゃくちゃ広いご用意しておりまして、さらにエクストラルームと申しまして、はい、机ご覧いただけますでしょうか。はい、大きさ、確かに大きい。はい、そうなんです。あの、皆様ビジネスの方のご利用が多いですので、リモートワークの方にも快適にお仕事をしていただけますよう、大きめの机のお部屋をご用意してます。だいたいこっち向きにこれ半分、これぐらいのね、はい、机ぐらいなイメージですけど、はい、もうカバン1個置いたらもう終わりの、うんうんうん、面談もできんじゃん。ね、そうでしょ、ここでこれ面談もできんじゃん、こうやって最悪できるってことでしょ。珪藻土、どういうことですかこれ。お気づきいただきありがとうございます。実はですね、気づくだろこれこんなに書いてたら、これ気づくよこんなの、うん、あの皆様のくつろぎの環境を考えまして、なんと天井に珪藻土を盛り込んでおります。待って、珪藻土ってあの水分吸うやつですよね。あのバスマットなどでよく使うかと思うんですけれども、匂いも取ってくるんでしょう。おっしゃる通り、消臭効果、あと調湿効果、湿度の調整もしてくれるんですけれども、あの一部の皆様というか大半の皆様からは、スーパーホテルで寝ると喉がカラカラに なりにくいというふうにも。これはありがたいよね。ホテルで寝ると大体喉いかれるんだけど、カラッカラなる、カラッカラなるし、もしよろしければ、はい、こちらでですね、あちらのカーテンを下ろしていただけますでしょうか。はこれ、はい、うわすげえ、はい、え、完全に、はい、え、遮光されてるんですかこれ。おっしゃる通りでございまして、これ今ちょっと電気植えついてますけれども、全部消すともう真っ暗になる。はい、昼間ですが漏れるよね、大体こんなの。マジで全然漏れてないんだけど、え、何これ、え、なんで、え、普通にこっちで消せるのかな。はい、そちらで、あ、暗っ、うわ、え、マジで真っ暗、え、こんな漏れないの。はい、あ、え、ちょっと待って、え、ちょっと、え、すごいこれ、これ何これ、欲しいんだけど家に欲しいんだけど、これここからちょっとふわって明るくなったりとか、うん、絶対あるもん、それで起きるんだもん、全然、え、さらに、え、池袋ですが、音はいかがでしょうか。何にも聞こえない。ここ、僕だ、昔住んでたら分かるんですけど、もう24時間ずっとうるさい街です規制とか聞こえてくるよ、たまに。そう、待て、昔住んでた時に待てーっていうので、走る音を聞こえたことあるぐらい。やばいじゃん、え、すげえな。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと、スーパーホテル、え、どういうこと。池袋にはですね、他にも店舗がスーパーホテルございまして、スーパーホテルからスーパーホテル見えるってことですか。スーパーホテルビューのお部屋でございます。スーパーホテルビューのスーパーホテルってこと。何それ、もうスーパーホテルじゃん。すごいよこれは。最後に、あの、出ていただくときにご確認いただきたいんですけれども、はいはい、実は扉の周囲にですね、このようにパッキンが張り巡らされておりまして、うん、よく昔のホテルさんだと手紙を下から入れるとかもできたかと思うんですが、当館できないようになっております。なぜならですね、防音の、この効果の、こっちからも、はい、
廊下のご移動の方の声がなるべく聞こえないようにですね。めっちゃ聞こえるもん、普通に。めっちゃ聞こえる、はい、ビジネスホテルで普通に聞こえるよ、もう横の部屋の声とか。それでは本日特別にですね、はい、4階の女性専用フロアにお二人をお連れしたいと思います。女性専用フロアとかあるんですか？はい、めちゃくちゃ安心じゃん、女の人。そうなんです、女性の皆様に安心してお泊まりいただくために、うん、もうこの階完全に男性の方はお立ち入りいただけないようになっております。またですね、こちらには女性の温泉もございますので、部屋からそのまま温泉にも、これが安心だよ、行っていただけるような作りでございまして。安心だな、これ。はい、ではそのうちの一つのお部屋をこちらでご紹介いたします。ああ、こちら当館のレディースルームのお部屋をご紹介させていただきます。お色味などもですね、赤い椅子であったりとか、女性にお喜びいただけるようになっているんですけれども。ああ、え、ここもあれですか、はい、これハブは、恐れ入ります、ハブはどきですね、はい、ぐっすり、はい、ハブは、ハブはぐっすり、ハブはぐっすり、はい、ぐっすりラインでございます。恐れ入ります、ご協力ありがとうございます。あ、はい、なんかこうちゃんとパウダールームみたいな感じの、あれ、ええ、あ、リファ、そうなんです、こちらレディースルームにはリファ様のドライヤー、サロニア様のアイロン、そしてあの女優ミラー、お化粧もしやすい仕様となっております。待ってよ、結構さ、はい、ホテルのさドライヤーが弱くてさ、あ、自分の持ち込んだりする人いるじゃん。あるある、はい、それが荷物になったりするけど、うん、もうこれだったらもうめっちゃいいじゃん。こちらが、ね、こちらが乾くじゃん。はい、ご準備されております。ちょっと待って、やばいんだけど。何え、もう何、このカバーもうほぼ安村さんのパンツの柄じゃん。怖い。ねえ、安心してくださいってこと、こ安心してくださいってこと、色味とさ、ね、ハイビスカスじゃないだけど、ほぼ安村さんじゃん。安心してくださいってこと、これ。あれ、シャワーヘッド、あ、さようでございます。シャワーヘッドが、はい、リファのやつだ。はい、リファ様のシャワーヘッド、レディースフロアはご用意しております。あの、今までご家庭で使ったことない方がホテルで使うことによって、あの、買ってみましたというアンケートもいただいたりしますし、あの、当家の健康イオン水という浸透力とこのシャワーヘッドの掛け合わせが最高に素晴らしくですね、ホテルだと結構髪の毛パサパサするかと思うんですけれども、しっとりしますという声もいただくことがございます。すっごい扉越しで話してくれんじゃん。ねえ、申し訳ございません。謝ることじゃないんだけど。申し訳ございません。ではこちらのお部屋、バリアフリールームでございます。はい、そうでしょ、うわ、すごっ。ここもってことですね。これ何でしたっけ、ぐっすりラインでございます。幅ぐっすり、ぐっすり。何が正解、一回も正解出てない気がするんだけど、はい、すごい、いや広いですね、めちゃくちゃ広い。おー、すごい、お風呂、基本バリアフリールームということで、車椅子のお客様でも、はあ、あの、お入りいただけるように段差があったりとか、お風呂も少し低めに設定されて、手すりなどもしっかり、本当だ、作りにはなっておりまして、お、はい、でさらに特徴的なのがこの2段ベッドなんですけれども、はい、ビジネスホテルで2段ベッドを兼ね備えている店舗はなかなかない、いや、あんま見たことないです、はい、ご家族の方、特にお子様には大変ご好評いただいているかなと思いますので、はい、よろしければぜひお近くでご覧いただければと思います。近く、この距離ってこと、この距離を詰めろってこと、ねえ、この距離を、いやいや、わかりますけど、なんかきっこい、すっごい見せよう、すっごい見せよう。これどういうことですか、お子様の添い寝無料って何なんですか、これ、はい、あの、大人1名につきですね、お子様1名様、あの、未就学児の方なんですけれども、あの、添い寝であれば無料で、え、ただ、はい、お眠りいただけます。めっちゃいいじゃん、はい、ビジネスホテルってあんま家族利用ってイメージがない、まあ、家族、そもそもそも家族利用があんまのイメージないですよね、と思うんですけれども、今かなり多く増えておりまして、ぜひご家族の皆様にもこう嬉しいホテルを目指して
スーパーホテル取り組んでおります。だって観光とか行って夜ご飯外で食べたりしたりとか、はい、ほんと寝るだけでいいってなったら、うんうんうん、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいい。で、朝ごはんはついてるでしょ。ついてます。すごいな。テレビがでかいんだよな。お気づきいただきありがとうございます。え、これも、あ、角度変えれるんだ。あ、これ、うわ、ありがたい。え、ありがたい、これ。あ、初めて知りました。え、え、どういうこと。初めて知った。初めて知ったってとか。うわ、これはありがたい。またあのテレビの機能がございまして、左側にあのランドリーの使用状況、朝食会場の混雑状況、そんなも出てくるんですか、はい、大浴場の混雑状況などもお確かめいただけます。あ、え、見れるの。はい。うわ、これは便利、はい、で、こちら3階のフロアには奥湯河原美肌の湯と男湯のご用意がございます。そう、なんかずっと気になってたんだけど、この天然温泉。はい。天然温泉、奥湯河原の。はい。実はあのお湯を毎日奥湯河原よりトラックで運び入れております。毎日。はい。片道 2,3 時間かけて。湯河原、そうですよね。なんで普通の湯河原じゃなくてまた奥湯河原なの。なんなん奥湯河原って。奥にする必要ある。前湯河原でいいじゃん、逆に。うわ、すごいじゃん。ビジネスホテルで、はい、嘘でしょ。めっちゃ普通にいいお風呂じゃん。いいお風呂。うわ、いい湯。いい湯。なかなか池袋でこの泉質に出会えるというのは。いや、あ、本当に温泉だ。はい。いや、本当にスルッとしてる。あ、おっしゃる通り。ちょっととろみがある感じですね、はい、これ。うん。湯河原、こんなことしたらもう奥湯河原に人行かなくなっちゃうじゃん。これはいいよ。もうちょっと待って、もう怖い怖い怖い。もうスベスベしてんだけど。めっちゃいいじゃんこれ。もうここがスベスベしてんだけど。本当に。ちょっともう、え、これでこんだけ充実しててポイントもらえるってことでしょ。はい。怖っ。どういうことなの。おわ、なポイントなんかいらないじゃん。だってもうすごいよ。もう、え、キャンペーン、さらに、え、新規会員制度開始とタイアップを記念して2025年1月末まで公式アプリをダウンロードしていただき、アプリ内の応募フォームより応募していただくと全国のスーパーホテルでご利用いただける無料宿泊券をはじめオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施いたします。嘘でしょ、なんでよ。ちょっと怖い。何入ってんだけど、これ。この招待券当たる、これ。ちょっと待ってよ、これ絶対アプリもダウンロードするしかないじゃん、これ。この機会に、この機会にダウンロードしても応募するしかないじゃん、この機会に。もうさあ、ほら絶対じゃん、これ。もう以上です。